はい、こんにちは。はい、こんにちは。ドイツのお住まいのオペラ演出家、釣江悦子さんと京都の能楽師、松野博之がお送りしております、ノートオペラ対談です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、この7月ね、ちょっと忙しかってですね、そこのどんなことをしてきたかというお話をしたいなと思うんですけれども、鳥取に行きましてですね、鳥取で、学生さん相手に、脳を見せてくると。で、まあ、次の日からまあ一般のお客さん相手にするというような2公演があったりとか、北海道に行きまして、北海道はまあ完全な一般のお客さんなんですけれども、脳を見せるというふうなことをしてきまして、その鳥取のね、学生鑑賞の時のお話をちょっとしたいなと思っております。はい、お願いします。この学生鑑賞の方はですね、結局、中高一貫の学校で、中学1年生から高校3年生まで来るって話だったんですけど、結局なんかね、2学年ほどは学級閉鎖になったために、4学年、というちょっと少ない数になったんですけれども、その皆さんに来てもらいまして、脳の解説をかなり充実した形で、キャラ、その、まあ、脳衣装に衣装を包んだ、これから出てくる人たちを、まあ、舞台上に出てもらって、この人はこういう人です、こういう人ですっていうような、すごく具体的な解説をしまして、で、船弁慶というのを見てもらうという感じだったんです。でね、やっぱり解説をしっかりすると、高校生、中学生でも、やっぱりしっかり見てくれるなっていう印象があります。言葉がわからないんで、何を言っているのかっていうところからスタートすると、やっぱちょっと聞き取りにくい感じなんですよね。ただそれがキャラ、見た目から入ってくると、この人はこういう人なんだな。で、この人はこの人に何かを言いたいんだなっていう関係性みたいなのがわかりますよね。で、そこまでわかれば少し、わかりにくい言葉であっても、あ、こういうこと言ってるんじゃないかなっていうのが想像できると思うんですわ。で、最後にふっとね、思ったことがあって、最後にもう一回こう、締めの挨拶に行ったんですけれども、まあ、舞台の端っこの方にですね、僕のいつも使ってるこの GoPro を置いてですね、この撮影をしてたんですよ。で、まあ、先生に、もしよかったらこの GoPro に向かって、学生さん、どうやったか意見をくださいって言ったんですよね。これ初めてのことやったんですけど、ものすごくね、生の意見が聞けて、まあもちろんね、なんて言いますか、そこでマイナスの意見、面白くなかったとかね、なかなか言いにくいと思うんで、基本的には良かったというお話しかいただいてないんですけれども、まあまあそこら辺のところ含めて、どんなこと言われたんですか？言ってらっしゃった。まず、言葉が分からへんかったけれども、こう盛り上がってきたところで、ちょっと、聞こえる言葉があったりとかね。それとか、その、リズムが盛り上がってくることが、自分にとって、こう、ドキドキに変わっていった。終わった後も今ちょっと体が震えていますとか。そういう意見をもらえたんですよね。よかったですね。いや、本当に、だからその、なんていうか、終わった直後に一体生徒たちがどんなふうに思っているのかっていうのが聞けたのはすごく大きかったです。やっぱり本当フレッシュなうちにこうパッと聞くのがいいですよね、一番ね、そうカでラすーっよ。ていで、これを書く、よくアンケートで書くようにしてるんですけれど、なかなか書いてもらえないんですよね。うのは。そうなんですよね。で、実際、中学生、高校生ってもうカメラの前で、なんか写真撮ったり動画撮ったりするの慣れてきてるんで、確か普通にに。喋ってくれますよね。確かにですね。これアメはリなんカ、か良かったなと思ってます。私のオペラ団体のアメリカでやってた時も、終わった時に子供たち2、3人にね、突撃インタビューみたいにしてましたけど、やっぱりいいこと言ってくださいます。いいっていうか、やっぱりその高揚がまだ心にこう残ってるうちに、そういう顔でね、話してもらうとすごいいいですよね。まあ、みんなマスクしてますから、表情までわからないんですけれども、でもすごくなんか、あ、やってよかったなっていう気になれる催しでした。
その解説の最初の部分は何分ぐらいかけて解説されるんですか？25分から30分ぐらいだと思います。おお、結構長い。結ああ、構そう長なんだ。くやってました。じゃあ、お囃子の話、お囃子の楽器とか、今回楽器じゃなくて、その役者、立役の方にスポットを当てる形で、この人はこういう、例えば義経です、弁慶です、静か御前ですみたいな話から、その役者自体、キャラじゃなくて本人のちょっとインタビューみたいなものも交えて、この人はこういう経歴で能楽師になってますとか、ちょっとその人間的なものまで、高校生、中学生なんで、彼らがこれから成長していく過程で、こういうふうな、別に能楽師になれというわけじゃなくて、こういうふうな職業があって、その職業というのは、こういうふうな目標があってやっている。で、こういうプロセスを経て、この職業になるとかっていうのを、話しすることはすごく有意義かなと思ってやったんですけれど。ああ、そうですね。それはすごいね、いい話ですよね。これから進路を決めていく若い人たちにとってはね。何かしら、言葉で言いますと、一所懸命という、一生じゃなくて、一ところの方ですね。一ところで頑張るということが、後々の、その人の体制につながっていくというか、今はね、この世の中ですんで、いろんな職業に就くことはいいとは思うんですけれども、ただそこで一遍頑張ってみるっていうことは大切かなっていうのをちょっと言ってみたかったんで。そうですね。そういう会話をまたされるんですか？またね、機会があれば、学校からの依頼がないとね、なかなかできないんで、学校から依頼があればまたさしていきたいなと思ってます。学校からは直接連絡をいただく形になってるんですか、今。今回はね、どっからどういうふうないきさつで来たのかっていうのは僕までは知らないんです。で、ただ、学校さんとこの我々との中で、取り決めの中でできた催しなんで。患者会館とかに来てっていう感じになるんですか？それでそこから分けられるんですか？いやいや、完全な、そういう患者会館とか通した形ではないです。その能楽師を例えばこう知らない中学校とか小学あの先生でおのおの方を呼びたいなっていう場合はどこに連絡をしたらいいんですか？もう個人個人ですね。やっぱりおのおの先生を松野さんみたいな方をとにかく探して個人でお話をしていくしかないっていう感じなんですよね。いや、もちろんその関西会館とかそういうところにお話しされるのもいいですけれども、僕らは個人で動いてますんで、それこそ YouTube のコメントでもいただけたら、インスタでも、Facebook でも、何でもいいんで、そういうところにダイレクトメールいただけたらね。松野博之で探すと出てきますよね。そうです、そうです。それで、お話できたら全然やっていけることなんで。ね、本当におのおの先生方も大変ですよね。そういう事務とかも全部やってらっしゃるか。普通だったらね、そういまあう、そうですね、確かに。ね、オフィスがあればいいんですけど。そうか、そうでもか。それが、いいところでもあるとは思うんで、ここまで来てますね。頑張っていきたいなと思っております。どうもありがとうござい今回まちょっす。と学生鑑賞ののお話しさせていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。います。